はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。ういうい、つうことって本日はですね、リミテッド武器やってまいりました。星の落とし子、空の愛し子の方で、まあ来週ですね、来週に追加されるんだけれども、これ新情報、3月7日にダマスカス港が追加されるよっていう新情報がありました。週末4凸配布、週末5凸配布みたいなのがあって、それでうおーすげーっていう風になってたと思うんだけど、まあ、ダマスカス港も来たということで、まあ今回はちょっとじゃあリミテッド武器についての話をしていきたいなという風に思います。まあ先日というか、まあ言うて2、3ヶ月前かな、にダマスカスの優先度みたいな動画を上げたと思うんで、まあそのあたりはちょっとこう軽くさらっとおさらいしつつ、俺が今ガチで思ってること、この武器はほんま強いでっていう武器があるんですよ。これマジで。そう。なんでそのあたりについての話をしていきたいと思う。結局こう、この武器どうなんだろう、この武器どうなんだろう、ケースバイケースの武器をこう強いって言ってるんだけど、基本に立ち返るとこれ強いんですわっていう武器があるんですよね。まあなんでちょっとそのあたりについての話とかしていきたいなと思います。まあダマスカスもらった時にね、ダマスカス悩んでるよ、今も悩んでるよ、みたいな人は参考にしてもらえればと思ってます。はい。で、まあプレゼントボックスにですね、僕リミテッド武器がいっぱいしまってあるんですけど、それをですねちょっと今回引っ張り出してきました。で、まずこれ見てみようか。俺が持ってるリミ武器はだいたいこんな感じですね。何本あるんだろう、今の時点で150本ぐらいかな。4凸で言うと80本か70本ぐらいになってるんじゃないかなと思うんだけど、これがウィルナスの武器、ラカムのやつで、これがラインハルザでしょ、これ芝の武器で、これケラク無限のやつだね。で、イクサバスツルムだな。で、ミルグレスで、カタリナのやつで、ナイトオンアイス、これリミテッドですね。リミテッドランスロット、ガリレオサイト、エウロペで、これ、ポセイドンでしょ。で、これ金玉弓金玉弓ワールドエンド人形ポンポンポンと、まあまあまあ全部解説は置いておきましょうか。まあ結局今僕はこんな感じでそこそこを作ってるわけですけれども、で、まあいろいろ試したんだけどね、結局今の現代グランブルーファンタジーにおいてはですね、この2本持っとけば、間違いねえなって思うのがある。一つ目がこの戦場枠ですね。荒神渾身がついてるやつ、これとペイン&ストレイン、この2つだね。この荒神渾身っていう系統とペイン&ストレインっていうこの2つは作って損ないっすね。これはガチだった。まあ、まずちょっとじゃあペイン&ストレインからいく？ペイン&ストレインね、俺最初はね正直舐めてました。これは俺のことをずっと見てもらってた人だったら分かると思うけど、ペイン&ストレインみたいな、そんな感じだったんですけどね。例えばだけど、ダメージが、俺がこの、いや、ペイン&ストレイン強いのなんて知ってますわって思う人にも、こう俺の中の実体験を語っていきたいんだけど、例えばね、例えば、敵の残り HP が 5% 残っちゃったとかって結構ないですか。例えばだけど、レプリカルドサンドボックスのゲージ後の敵とかさ、アーカルムの転生のなんか敵とか、まあ、そういった敵をしばく際にですね、どうしてもちょっとこう、残り 5%、6% 残るなとか、古戦場のお肉とかもそうですよ。5%、6%、7%、3%、2% 残っちゃうなーってことあったと思うんだけど、そこをですね、ペイン&ストレイン入れるとね、だいたい締まりきるんだよね。まあ、それがつまりどういうことかっていうと、まあ、総合ダメージを見るとペイン&ストレイン入れたらもうギュンと伸びるっていう話なんだけど、まあ、なんかそういう状況がね、めちゃくちゃ多いですね。例えばじゃあここでなんか武器を入れてみましょう。火力重視で、これ入れてみようかな、これ入れてみようかな、みたいな。だいたい足りないことが多いんだよね。こう自分の中の試行錯誤みたいなのすると。だいたい足りないことが多いんだけど、ペイン&ストレイン入れるとね、だいたい足りるようになる。伸びてんだな。意外とこう、俺の中でこう実感しづらい部門だと思うんだよね。何これって。これ実際に伸びてんのってやっぱり思っちゃうと思うんだよね。いろんな枠、例えば追撃とかアビリティダメージとか全部のダメージが平均的に伸びていくわけじゃないですか、固定値で。となると、こう、ダメージの伸びっていうのを認識しづらい部分もあると思うんだよ。特にこの余ダメージアップっていうのが、例えば追撃とかアビリティダメージの回数だよとか、そういったダメージがこう均等に伸びていくから、まあ、俺の場合はだけどね、追撃のダメージ、なんか結局見るのって基礎ダメージじゃないですか。
だから基礎ダメージが100万出ましたっていうのにと、あの基礎ダメ80万プラス追撃ゴリゴリによって結果的にペイン&ストリーンの方がダメ出てますってなっても、でも80万だしなっていう基礎ダメのねっていう風にどうしても思っちゃってたんだけど、やっぱ結果的にねダメージがね伸びてるのを見るとペイン&ストレインってクソ強いんだなっていうのを改めてですね、まあ強いと言われてるし強いのは知ってるよって思うかもしんねえんだけど、まああのあれだな、やっぱりこう実感を伴うのは俺は割と最近だったってなわけで、まあ僕はペイン&ストレインはすげえ強いなと思ったという、まあ今更な話だけどね思ったっていう、まあそんな話です。ペイン&ストレインはね作って損はねえなって思う武器だった。過去が乗らない、過去が関係ないっていうのもいいよね。紙石だろうがマグナだろうがとりあえず持っとけば、まあ、ペイン&ストレイン突っ込んどけば火力は上がっていくしっていうのも魅力的な部分だと思ってます。で、もう一本の部分は戦場枠、うん、結構ここに関しては俺がすげえ言いたかった、言いたい部分が一つあって、結局これなんだよね。そう、火力が欲しい、うん、火力が欲しいとか、なんかそのダメージを伸ばしたいっていう風になった時に、結局この後陣渾身っていうのがダメいっちゃん伸びる。そう、クリティカル確定とかも、ちょっと前まではすごいメタだった、環境の主流だった気がするんだけど、ベルゼバブですよね、召喚石の。召喚石のベルゼバブが、まあ、メインで、ついてるとでけえっていうことで、まあ、火力が欲しい時は、こうやってベルゼバブをメインに据えるよっていうことが増えたから、技巧確定っていうのが少し難しいんですよね。ベルゼバブ編成を組んでいきたいと思いますみたいな、まあ、ソリーみたいな感じの場合においては、ベルゼバブ入れちゃうとクリ確定で組みづらいんですよね。なんでかっていうと技巧って両面加護がほぼほぼ前提みたいなところがあるから、クリティカル率を稼ぎたい、クリティカル率を確定にしたいっていう風になると、どうしてもここに加護を二重で乗っけないと難しい部分があるんですよ、うん、なので片面っていうのが増えてきた最近のグランブルーファンタジー環境において、技巧確定っていうのは少し優先度が落ちたかなっていう感じがする。だから光属性ですよね、僕が言いたいのは。ちょっと前にさ紹介したじゃないですか、ちょっと前というか結構前、半年ぐらい前かな、光属性で作るんだったらアーク2本とエデン1本あるといいよみたいな、まあその意見は多分俺ら今でも間違ってはいないとは思うんですけど、やっぱ HP 伸びるのがすごいよね、アークとか入れると。もちろん HP とかクリ率もそうだけど、 HP が伸びるのが特にでかいかな。体力が伸びて安定感が増す、フルオートだったら強いよっていうのはもちろんだと思うんだけど、短期で火力を出したいですとか、涅槃ですよね、涅槃採用型の短期決戦編成とかを考えるのであれば、やっぱりねエデンが優秀だなっていう風に一周回ってきた印象かな。うん、まあ、汎用性っていう風に考えると、もうどんな状況でもいっちゃん火力高いんだよっていうのはエデンなんですよね、結局ね。まあそういうわけで後陣渾身っていう部分はもう普遍の不敗神話というか、結局これ超えんのあんのっていう話だよね。これ超えちゃったらまずくないみたいな、まあそんな武器が後陣渾身だと私は思っておりますので、まあ結局ね、なんかいろいろ悩むと思うんだよね。やっぱミスしたくない、あると思います。ダマスカス使う上で失敗をしたくないっていう気持ちって、それはマジでその通りだと思ってて、失敗なんてしてもいいんだよ、課金に関しては金だからね、金はやっぱ失敗したくない、おっしゃる気持ち分かります。そんな私がおすすめする普遍の神話が2本存在します。1本目がエデン、そしてエデンというか後陣渾身という火力増し増しセット、まあ、これはまあ1本でも1本あればまあとりあえず腐ることはなく、とりあえず使うみたいなウェポンになってるので優秀ですと。で、最近の最新武器であるペイン&ストレインですね、これ薬状余ダメージ上昇プラスボルテージオブアクス、火力をそこそこ上げながら余ダメを上げるということで、例えばワンターン討伐とか高難易度とか長期戦でもそうなんだけど、短期戦とかでもちょっと HP 足りねえなーって時にフッと入れてみる、飛ぶんだよね敵が焦点するぞ、かっこ飛ぶぞね、フルビを振って飛ぶぞ、入れてみろよ飛ぶぞ、うん、
最近ペイン&ストレインが強えと改めて一周回って思ったっていう、まあそんな動画かな。それ以外の武器に関してはまあ周年イベント、まあこれはみんな5万と言ってるし、多分ここまで見てない視聴者がねコメントでもう言うと思うんだけど、まあ待ち周年があるんで、まあ周年待ちっていうのも全然もちろん手段だとは思いますが、ただね、まあこのあたりこの2本の不敗神話が俺の中で築き上げられた不敗神話が崩れることはまあないような気がします。まあ使う理由は特にないのでもちろん待っといていいんですけどもちろん待っといていいのよ、うん、なんだけど、まあちょっと今のうちに管を巻いとこうと、うん、戦場系列、後陣渾身系列とペイン&ストレイン、この2本ですね、うん、の武器はまあさすがに周年のイメージが周年系が発表されても崩れることはないだろうと、そうですね、はい、思う次第でございますわ。ということで、今回のリミテッド武器について、まあ、あのね、星の落とし子、空の愛し子、この2つが、このイベントの報酬で手に入るダマスカスがもらえるという文言を目にしたときに、改めて思ってることを言語化してみましたって動画でした。皆さんもご意見あれば、下のコメント欄に書いてください。それじゃあ、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。